こんにちは。本日は山崎製パンから発売されている濃い味メープルフレーキーというパンです。で、フレーキーって、まあ、デニッシュパンのことなんですけど、まあ、メープルシロップのかかったデニッシュパンです。で、まあ、スーパーとかに、まあ、売ってるんですけど、まあ、パッと見美味しそうだな。で、なんかパッケージ見ると温めてしっとりって書いてあって、まあ、温めたら美味しそうなパンなんだなと思って、まあよく見てみたんですが、これがまたすごくカロリーが高くて、600キロカロリーの以上のデニッシュパンですね。641キロカロリーです。結構カロリー高いですね。パンはやっぱり高いって言われてるんですけど、やっぱりバターとかマーガリンとかそういうの使われてるんで、その中でも特にこれは久々にカロリー高いなと思いました。で、スーパーとかで見る限りではそんなにカロリーが高いようなパンにも見えないんですけど、結構カロリー高いんですね。まあ、これだけでちょっとお腹いっぱいになるかって言われると、まあならないんじゃないかっていうぐらいのサイズ感です。で、重さもそんなにずっしり感がある方ではないので、結構知らずに食べてしまったら、カロリーが意外と取りすぎてたっていうことになるかもしれないですね。で、これ自体すごく、パッケージの中から見てもらってもわかるんですけど、メープルシロップが、まあ結構かかってます。で、中にも溶け込んでるので、温めるとすごくギュッとした、まあ、デニッシュパンの、まあ、メープル感が楽しめるというパンですね。で、まあ、やっぱりカロリーが高いっていうことで、まあ、美味しいんですけどね。やっぱりカロリーがあるものって。まあ、でもちょっとこれ、パッケージの表に書いてくれなかったら、普通にこう、ペロッと食べちゃう人いっぱいいるんじゃないですかね。で、食べた後にパッと裏見て600キロカロリーって言われて、って思う人もいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけど。まあそれぐらい危険なパンです。